ちは。あ、とりあえずあの影を。なんだよ、来賓室じゃないのか。あの影ってどこ行ったっけ、こっち。うん、なに、今どこ、何階。ここか、ここか。あの影どこに行ったの。いいんだ、屋上に行けばいいんだ。しぐれいらっしゃい。おう、今度は何。黒猫いらっしゃい、お久しぶり。思い、思い出。私、迷い込んだのか、それとも。ちょ、え、なになに。探して、私の思い。約束したの。探してほしい。何、思い。どうやら引いてはくれそうにないな。今のところ害はなさそうだが、他を探るしかないな。え、でもどうしたらいいの。さっきの影こっち来いって言ってたけど、これじゃ先に行けないし。保水、こいつの言う思いを探せばいいんじゃないのか。思いを探す、それってものなのかな。さあな、あまり時間はない。ここも現実とは違うが、それなりに進む。うん、なんかよくわかんないけど。りゃあ、いらっしゃい。とりあえず今持ってる鍵の部屋行ってみようか。邪魔されてる。当選もされてるんだが。じゃあ2階まで戻ればいいってこと？結構な重労働ですよ。ほいっ、来賓室の鍵を使った。あ、なんかある。なんだ？ヘポムいらっしゃい。まだ中盤？もう行ってないんじゃないかな。今は疲れてない施設って聞いてたけど、その割に物がありすぎるというか。誰かが忍び込んでんじゃね？この猫もどきは対象者を探せとか何とか言ってた。仮に前回の出来事の対象者がお母さんだとしたら、今回はカホちゃん？ペコタンいらっしゃい。ああ、もう意味わかんない。そもそもさっきのがカホちゃんとも限らないし。帰るか？何人のことジロジロ見てるんだ。気持ち悪いな。猫だろ、お前は。な！ここには特に何もなさそうじゃないか。そうね。とりあえず隣の部屋も見てみようか。何もないの？こいつ、いつかまたたび嗅がせてゴロゴロ言わせたる。ゴロゴロなんのかな。猫っぽいだけなんじゃないの。猫なのかな。猫なのかな。マン、何今の。ないし、見過ごせません、見過ごせませんよ。隣の部屋、隣の部屋って言ってたっけ。まあ、とりあえず上行けばいいんじゃね。ここはいける。引き出しに鍵かかってる。ネームプレート、シシド商事。な、会社の名前みたいだな。シシド商事かっこ株みたいな。シシド商事さん。そりゃそうか、電源来てないよね。パソコンは使わない。ただネームプレートは、ネームプレート見せろ。三宅千秋。なんか知ってる人の名前あったりするんじゃない。お父さんとか。何も書かれてないネームプレートがある。見えない。特に何もないな。ここはロッカールーム。なんか赤い文字が。鍵かかってないが開かない。何か道具が、工具があれば開けれそう。やっぱ光ってるところの中心になんか血出てない、これ。気のせい。左側血が出てる気がするが。あ、うん、寝る方はおやすみなさい。動画撮ってますんでね、ぜひ動画で確認しちゃってください、見たい方は。お、なんかある。工事一時中止のお知らせ。中止？工事？解体工事ってこと？特に何もない。で、階段2つあるんですね。4階、倉庫入れる。なんかある。あ、工具じゃね。なんだ。0623でお願いします。ふん、ダメだ。ダメか。いけるとこ多いけど、鏡がある。少し曇っている。ない。クミいらっしゃい。待って、ここ何？何部屋？資料室。いきなり暗証番号だよ。お、怪奇、施設をさまよう黒い影。なんか落ちてるのか。待って待って。探索が雑になってる気がする。
ファイルの中身は空のようだ。雑誌が散らかってる。穴場、近場な心霊スポット。特に何も起きないの。誰も出てこないし、なぜか開かない。なぜ鍵かかってる。埴輪が邪魔でいけないんですけど。え、もう4階。あれ、何もなかったよ。ウェー、何もなかったっすよ。あ、なんかある。はじこ、あ、これか。これはやったな。あっ、ウルゴドク、ウルゴドク、な、何今の何今の。いきなりなんすけど、飼い主いらっしゃい。ランダムで出てくる感じのあれ。びっくりした。何これ。何だったの。特に何も起きないなと思ったら、なんか出てきたんすけど。今何持ってる。見取り図、スマホ持ってる。見解でもおかしい。日付が1週間も先になってる。1週間後に死ぬのか。じゃ、これリメイクさ、クヒンだよね。何、なんかいた。なんかほんと何もないな。ほんとに何もないんだが、どうしようこれ。屋上行け、待って、屋上行けんの、待って。屋上って行けんの、もうなんか行けるんだけど、行っていいのかな。ちょっと待って、なんか屋上行けるっぽいんで行ってみようか。進展ないし。はい、約束、私の思い。え、あの、はあ、え、死ぬ。え、落ちてしまえ。悲しいって言ってる。これは、あー、ダメなのか。ダメなのか。でも何のヒントもないんだよな、見取り図。なんだなんだ、なんかあったのか。研究部のやつら、倉庫内のもの使ったら使いっぱなしで、片付けないなら使わせてやらない。ごめん、なんかあった。とりあえず管理部の俺にはわかるように、ものにはか、俺の名前を番号にしておこう。これか、ごめん。探索が倉庫、これだけ物が残ってるなら倉庫に何かあるかな。ここか、これ。ここを調べてなかったのか。待って、あ、ごめんごめん、もう一回見ちゃった。俺の名前を、五十嵐健二50ってこと。五十嵐、53みたいな。賢治、5032みたいな。かな、503、あの、賢治の字で2みたいな。そういうことかな。五十嵐賢治5032かな。5032。違うか。どうすればいいんだ。5、5、5、10、2。5、10、3。ああ。やっぱ5、53だね。いがらみで。あ、いた。よかった。バールを手に入れた。やっと進展したー。迷ったー。よかった。おお、びっくりした。さっきのこっち。またついてこいってこと？なんなのあれ。よかったー。おっと、何？何？そこ？え、俺はバールを、いや僕はバールを使いたいんですよ。
あ、広告ありがとう。ありがとう、広告。お、お、お、いるじゃん。なに？誰？誰なの？あれ？こんな時間に人？これは神谷くんじゃない？何してるの？こんなところで。こっちのセリフ。あなたこそ何してるの？俺から質問したんだけどなぁ。俺は肝試し中。肝試し？一人で？これ夢の世界だよね。明かりも持たずに？普通一人でやらない？それで君は？一人でやらないでしょ？イリスいらっしゃい。集団でウィーみたいな感じでやるんじゃないの？探し物。なんで疑問系？何探してるの？こんな時間に女の子一人で危ないよ。バールでぶん殴れ。過激なんだよな。あ、でも、猫ちゃんも一緒なのかな？君の猫、かわいいね。にゃーん。目が青くなってますよ。ね、猫かぶってる。あ、そうだ。俺、佐々木龍かな？流れ？よろしくね。佐々木龍。宮里千景です。よろしく。それじゃあ私はこれで。あ、ちょっと待ってよ。よかったら俺も手伝うよ。一人より二人でしょ。え、いや、いいよ。なんか悪いし。怪しいよな。どうせ俺も一人で心細くなってきたんだ。一緒にじゃダメかな。帰ればいいのに。この猫っぽいやつ何も言わなくなったし。じゃ、お願いします。うん。いいの？いいの？これ、竜でいいのかな？セーブ。で、バールで行きますか。でもいきなり合流した女の子がさ、バール持ってさ、なんか給湯室のものを引き上げ出したら怖くないですか？何探してるんって思われない？これ。2階か給湯室。今からなんかいろいろびっくりさせるものを見せちゃう気がするけど、いいのかね。8。で、バールで。あん。ああ、そうか。バールでこれを引き出すんじゃなくて、ロッカーなのか。よりじゃん。より怖いじゃん。ロッカーを開け出すのいきなり。こんな研究所の。ロッカーを開け出すのかい？バール使いますか？はい。ほら！うーぎゃー！なに？うわー！え、でかい！おか、おなんだよあれ。お母さん？な、お母さん、あれが、ちかげちゃんのお母さん、化け物なのか？バカ言わないで、人の母親化け物呼ばれしないでよ。ひぃ。お母さんなの？え、お母さんが追いかけてくるの？さっきのクローゼットから出てきたのはこの伏線だったの？なんかわからないけど、とりあえず外まで逃げよう。え、お母さんは、お母さんなの？これ。ちょ、外に逃げ、ああ間違えたんだよ。もう、そりゃないぜ。ゲームオーバーになるさ、そりゃないて。もう、そんなん死ぬやん。わあ、近いし。で、降りて、右か。オッケー。あ、振り返らずまっすぐ進め。オッケー。怖い。ああ、いきなり起きた。おかしいわね。全然起きない。お母さんが起こしに来たからこうなったのか、さっきの。コーニャいらっしゃい。コメさんかありがとうね。あ、おばあちゃんだ。お母さん。近く起きないのかい？おばあちゃん。昨日晴れほど行ったのに。あ、行くで出たね。お母さんの熱い口づけでも起きないの。これが原因か？顔面が迫ってくるってそういうことか。うなされてるね。お母さんの口づけがそんなに。ちかげ、いつからそんな親不孝な子に。あんたもういいから、家のこと知らなさい。私が見ておくから。あんたのせいだよ。でも、そのうち起きるじゃろ。あんたがおったら、ちかげもうなされるだけじゃよ。じゃあお願いねって。今度はおばあちゃんが受けてくんのかな。おばあちゃんの顔面が。相変わらずな性格。あれはおじいさんに似たんじゃの。あ、お母さんのお母さんか。そっか。義理のって書いてなかったもんね。お母さんのお母さん。なんだったんだ？あの化け物みたいなやつ。どうなってんの？なんでお母さんが。